この新型コロナウイルスの影響で道内の飲食業界が大きな打撃を受けています。しかし下を向いてばかりはいられません。それぞれの立場で応援しようという動きも始まっています。皆さんにご協力をいただくってことでございますけども、外出を控えていただきたいと。道が緊急事態宣言を発表しておよそ2週間、外出自粛が続く中、今飲食店は苦しい状況です。そんな中、新型コロナウイルスの影響で大きな打撃を受けている飲食店、お世話になっているお店にクラウドファンディングで応援。今月9日から立ち上がった飲食店向けのクラウドファンディング、仕組みはこうです。参加している店に一口1000円から支援することができ、2000円以上を支援すればその店から 10% のプレミアがついた食事券がもらえます。北海道緊急事態宣言が、あった時にどこも人がいなくて、これはちょっと大変なことになってるぞと、なんかうちの会社でできる支援ってないかなっていう時に、今回クラウドファンディングを思いついて、実施してるっていう。参加する店は30ほどと予想していましたが、すでに300近くまでに。応援の趣旨に賛同して支援した人もすでに500人を超えています。金額に関しては現時点470万円、1日目でもう200万いっていて、1日100万強のペースになっているという感じですね。札幌だけ来るかなと思ったんですけど、もう本当に全道各地から参加表明があったんで、本当に今大変な事態になっているなっていうのを正直実感したという感じですね。すすきのにあるこちらのバーも新型コロナの影響に苦しんでいました。売上でいくと、もう正直もう 50% を今切っちゃってる。いつ収束するかわからないっていうのはあるんですけれども、ただいつまで頑張ればこれが解決するのかっていうの、なんか僕たちは今ゴールの見えないマラソンをやってるような感覚なんですよね。しかし今回クラウドファンディングに参加し、ファンから支援をもらえたことで気持ちが前を向けるようになったと語ります。未来の売り上げを頂戴するという形にはなるんですけれども、それよりもこの同時に声が集まってくるわけですよね。もう頑張ってくださいっていうような、いろんな声が集まるということで、今はこう少しでも不安な状況下を解消する、未来に少しでも希望があると、今頑張っていける状況でもある。ゴールの見えないマラソンを走る飲食店に、沿道から負けるなと声援が届き始めています。はい、今ご紹介したクラウドファンディングの具体的な中身なんですけれども、支援のコースが大きく分けて3つあるんですね。で、最大50口まで可能ですということです。で、2パターンあって、支援のみ、お金のみ1000円だけ払う、もしくは5万、10万、50万お金を払うというパターンと、真ん中の2000円、5000円、1万円は食事券がついてくるというもので、例えばですけども、1万円寄付したとします。そうすると 10% のプレミアがつく食事券がもらえます。だから1万1000円分の食事券がつくっていう、そんなことになってるみたいですね。はい、はい、いかがでしょう、吉田さん、この取り組み。この取り組みね、私フェイスブックやっぱり経営者仲間が多いんですけど、はい、バーッと回りました、シェアで。で、みんなやっぱり頑張ってって言いたいんだけど何もできないときに、これで頑張ってってやっぱり言えるんですよね。で、もう一つやっぱり物産展に出ようと思って、はい、いろんな加工品を作ってた方たちの情報もいっぱい回って、そういう人たちもネットで物産展みたいなことが始まったり、何かしたいっていう思いが今バーッとこう広がってきてるなと思います ね。すごくいい取り組みだと思います。はい、先週、先々週は鈴木知事からね、土日はなるべく出かけるのも控えてくれというような要望があって、皆さん本当にお店が大変だっていう話も聞いてるし、またそれに伴う一次産業も今大変なんだっていう話も聞いてるんでね、何か応援する形はないかと思っていただけに、あ、こういうことがあるんだ、しかも食事券でまた自分に帰って、先に払うような形ですよね。後からもう本当に安全になりましたよっていう時に、じゃあその時に行こうかっていう気持ちになれば、こっちもなんか、はい、そうですね、応援してあげられるかな。なかなかそのお店行きたいんだけど遠くて行けないっていう方はお金のみでいいと思うんですけど、行けるという方は確かにこのね、食事券付きのもので後日行くっていうことで、そうですね、ぜひ、ね、参加していただき
ければなと思います。はい、